ンダンスビュー4月号をご覧の皆様こんにちは、徳地俊明です。畠山藤子です。今回は日頃読者の皆様から寄せられているご質問やお悩みにお答えしたいと思います。それでは始めていきます。よろしくお願いいたします。それでは私たちが日頃注意している4つのポイント、それについてご説明します。最初に立ち方と組み方について。一般的にまっすぐ立つというふうにダンスを言われておりますが、そのダンスでいうまっすぐというのは左足の上に頭の重さが感じられるまっすぐ、垂直という意味ではなく左足の上でバランスが取れるというところをまっすぐと考えます。このバランスで女性も同じように左足であれば左足の上に頭の重さが乗っているバランス、ここに男性と同じバランス、これが男性が右足に体重が乗ったからといって右へ寄らないという、このままの形でポジションを作る。左足に立っているという定義は一見ちょっと斜めに見えるかもしれませんが、よく多いのが肩が右左肩が下がってしまうように斜めになってヒップが上がってしまう、このようになってしまうと結果的に左にいるようですがバランスっていうのは右に倒れていくことが多いです。ですのでこのまま延長線でずっと左に立ってもっとオーバーって言ったら倒れるのは左であるぐらい左足の上に立っていてほしい。よくある女性に特に多いんですが、左にいるつもりで右へバランスがいってしまう、脇が折れてしまうわけですね。ですので左サイドがしっかり伸びて自分の頭というか首の位置が左足のももと重なるぐらいのイメージのところに立ってほしいです。ここにお互いに立ってこれをまっすぐという定義、当然 横から見た場合も後ろに倒れるんではなくて頭の重さが自分のフラット足の幅の中に収まっている位置、後ろには行かないです。特に女性が気をつけなければいけないバックポイズということで、よく後ろにこう反るイメージで立ってしまって足よりも後ろに頭の位置が行って立てなくなる悪い例っていうのはここですね。この位置では一瞬こう立っていることはできても動きの中でこれを維持することは難しいです。ですので立つ位置はフルットの真上に頭の重さが感じられる位置を意識します。それで組む場合半身ずれるというのはもちろんですけれども、お互いに意識することは体で相手の体を持ち上げてあげる感覚、これは後ほど出てくるいろんなステップでライズアンドホールにも影響してきますけれども、ボディのコネクションで相手を押すということではなくって自分の後ろから出てきているアームで相手を包む感覚、これは女性も同じで背中から出てきたアームが男性を包む感覚でお互いを抱え合うという感覚ですね。でここの中に膝の緩みがあって膝で床を押すというか床を押し下げることによってストレッチという言葉でよく使われるボディのシェイプが作られます。この時に足が止めて胸を張って、これは良くない例ですね。体が固まって一見ホールドが強く見えるかもしれないけど、これはスティフという固まった状態、正しくは足が緩んでる状態で下からアームが広がってる状態ですので、肘はしっかりしてますけども手首は柔らかい。例えば女性も同じように下からストレッチ、床を押して立ってくる、でボディはここから伸びてくる、で肘まではしっかりでここに圧力がかかってもこの肘は下がらないぐらい強くなっているけれども手首は柔らかい、これ男性女性も同じですね。このようなことを注意して、であとはよく重なってしまうということで女子は左へ左へと言いますけども、2人のトップが広いとよく言う
空間が広いということは女性が左にいることではないです。今左足の上に立つと言いましたけれども、お互いその位置で広がるというのはこの位置から前後に、だから女性も男性も右手と左手でお互いをこう押し合ったとすると、これが同じ力で、右も同じ力、左と同じ力で相手に対して体を与えるという、それが左へ左へというと右手が強くて左が弱いとか、左が強くて右が弱いとか、女性の場合ですね、こういうことにならないように均等に、だからこの腕が肩についているのではなくてウエスト、腰のあたりにこうついていると考えた場合分かりやすいと思うんですね。ここにいると必ずこうでなければバランスが取れないです。もし片方の方にずれるとバランスが取りにくいですので、お互いに右サイドと左サイドが同じ力で相手に力を与える、これが広がっているという形でボディーコネクションをして立つ。で、この時に相手を伸ばしてあげようという気持ちが下半身から始まって相手に、男性は当然これをやるんですが、女性も同じように男性がリラックスしている状態を、はい、立たせてください、ボディを入れてきてくれて、だから相手に関わってくるので相手に伝わるわけです。それを自分一人が伸びる、女性に多いのは女性だけがシェイプをしちゃう、ところが関わりがないわけですね。ですので今のように男性がこういう緩んだ状態でも、はい、立たせてくださいと来たらボディを入れてきてくれて男性に関わりを持ってほしいわけです。これが大切なコネクションの原理ですね。相手に対して関わり合える、ただこの時に体の前で意識をすると固まった形に押し合うとか、例えばまたひっくり返る原因にもなるので、体全体大切にしていることは今立っている足から始まって背伸びをするという、足が止まった状態で胸を張るっていうことはよくあるミスだと思います。胸を張るのではなく、足、緩んでいる足を少し床に対して強く、膝を緩めた状態から少しボディを背伸びをする形、これを意識して組んでいます。ここでポイズをしてナチュラルターンに入ろうとした時もここからストレッチをして始まる。タンゴも同じようにこの形が同じでポジションが多少変わりますけど、ストレッチっていうものは同じで、床に対するプレッシャーで相手に対して力を入れるっていうのは同じ。これが今の立ち方と組み方の基本として考えています。それでは3つ目のポイントとして前進と後退について説明します。前進、まず前進の定義、例えば男性左足に体重があって前進をします。右足前進、これで一歩が完了。左足前進、これで一歩が完了。後退も同じように、一歩というのはここで完了、ここで完了、これが基本になります。何を言っているかというと、踊りの中でよくある一歩前進をこのように足が残っている状態、もしくはさらに足だけ出てしまう状態、こういうミスが起こらないように、一歩というのは足が揃ってフルウェイトで次の準備ができている状態。後退の場合ですと、後退を始める前の足に体重があって、ここから後ろへ体重を移動させる間のこのバランスがとても重要です。このバランスから静かに後ろ足に体重が乗って抜けることによってフルにウェイト、右足の上に今 100% の体重が乗った状態を一歩の完了と、このように考えます。女性も全く同じで、女性によくある後退のミスは
ここから一歩下がろうとして、下がった段階でシェイプを強くしようとして、このように、まあ、一般的にはバックバランスと言いますけども、こういうバランスを作ってしまう。先ほど最初に説明したまっすぐの定義ですと、頭の位置はフットの真上にある。そうすると足が軽く抜けた位置が楽な位置、ここですと長時間立っていられる場所、さっきのここですと次のステップの支障が出ちゃう。ですので一歩というのはフルウェイトのところから始まって、今の場合ですと女性の右足がどれくらい使われたかによって歩幅が決まってきます。この足で送り出した分で移動量が決まって、はい、一歩完了、はい、さらにここからまた使った量によって一歩が完了というバランス、これが今一歩ずつ動いているのでさほど難しくないんですが、これがスローフォックストロットのフェザーステップだったり3ステップ、男性であればバックフェザーなどの時に起こるミスとして、一歩二歩って言ってるうちにどん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 、単語のウォークなんかは特にそうですね、男性によく多い単語のウォークのミスはスロースロークイックと、プログレッシブリンクに入る時には足が正しく一歩一歩、ここから改めてプログレッシブリンクのフォワードが必要なんですが、どうしてもつながってしまって一歩一歩一歩と、ここではもう一歩になってないわけですね。右足からリンクだけを例えばしましょうとした時は右足を使って前進、それからアクションが起こるんですが、ウォークから続けてしまうとなぜかイメージが前へ前へ前へで止まるのが右足で止まってしまうんですが、正しくは今のウォークを理解すると止まるところは右足の上で、ここから改めて次のステップのタイミングっていう意識にならなければいけない。女性も同じように単語のウォークリンクをする場合、ここから一歩一歩改めてリンクがあると、それを2歩目のウォーク完了とプログレッシブリンクの1歩目が重なって加速していくようにしてドンと行ってしまうんで、リンクはきれいに収まらないと、こういうミスをよく見かけます。ですので1歩の定義というのは、いろいろこれから回転だとかいろんなバリエーション、いろんな複雑なことがありますけれども、1歩はフルウェイトであるところ、片方の足が緩んでいられる、これが突っ張っているのもまたよくあるミスですけども、これはバランスが変わってしまいます。緩んでいるからフルウェイトで強いラインが出てくるんです、まあ、ついでに言うとシャッセのように横へ行くステップも、行く間は必ず右へ移動するシャッセであれば左にバランスがあるのが正しいわけですね。これが右へこう行くっていうのはみんな考えても分かる通りバランスが良くない、左へ行くシャッセの場合も右にウェイトバランスがあって開いて閉じて、要するに言葉で言う開いて閉じて開くというシャッセの定義をうまく踊るためには、開いての間右足だったら右に体重があってバランスが右にある状態でシャッセ、ここから次のステップ、それをさっきの交代と同じようにこう流れていくのと同じような形になる、一般的にこういうバランス、もしくはシャッセをしたところで止まってるんですがバランスが実際右足にない、左にもう乗っている、右足に 100% あれば緩んだ状態で足がある、こういうことの訓練ですね。こっちへ行く場合も足がまず開けるバランスがあって踏み替えがあって、で次もまた開けるバランスがあるからいろんな、例えばよく単語なんかである、シャッセからランジをする時もここでフルウェイトを確認できているからアクションが強くできる、もちろん反対のシャッセからオーバーステイに入ればクイックイックスロー、それがよくあるのは続けていくとクイッククイスローと、強いアクションはこれではできないです。テンポが速くても今のようにクイックイスローと、シャッセ反対でも同じようにここからまず足が
開くバランスがあって射精射精アクションというふうに、どこにバランスがあれば自分の強い運動が、ここに自分の体重がしっかり乗っていれば、この力によって移動量も変わってくることができますけど、バランスが中途半端だと大きな運動はできないという、そういうセオリーで全身交代を理解していただければ、後で具体的なステップの中でこれを交えて説明したいと思います。それでは4つ目のポイント、回転についての説明をしていきます。回転で、回転というのは一般的に、ピポットの回転であったりは別として、基本的に一般的には足と足の間タイミング、例えば1と2歩目、1歩目と2歩目の間タイミングで言うと1と2の間、その間に回転があるというのが一般的によくある回転。例えばリバースターン、ワルツのリバースターンでもタンゴのリバースターンでも同じです。1歩目前進、2歩目横という定義です。 1,2 歩間で、教科書的に言うと4分の1回転で、何分の何回転という表現をしますけれども、その4分の1回転 2,3 歩間で8分の1回転というふうに説明されていますが、それをミスとして多くあるのが、最初に回ってしまう、1,2 歩間ではなくて CBM というまた面倒なテクニックもあるんですが、ここで回転をしてしまってそのまま横へ流れていくというミスがよく起こります。ですので、例えば今リバースターンですと、まず最初に立っている足から1歩目が出る間に回転の準備、これを CBM という言葉で説明しているんですが、ここから回りますよという準備が右足で起こり、右足から回転をする準備が始まって左足がついて、先ほどの全身交代のテクニックのように左足に体重が乗った状況というのは右足が抜けてリラックスしている状態です。ここで回転の準備があって抜けた段階で半分回転の量が始まりますね。さらにこの足から体重がこう抜けてくる間に、その回転をしたい量が決まってきます。で、大切なのは先ほど全身の定義で言ったように、足がまず抜けていること、さらにここから移動する間に回転が行われる、その中にフットワークも含まれて、ワルツであったらしっかりと、これがヒールトーと、ヒールトーという意味はこの足を使って体を送り出すよという意味ですね。しかもライズがあるから上へその運動がかかっていく。単語であればライズがないので塔には行かずボールという表現になりますが、同じように足の裏がめくれるというか送る動作で移動があって、この間に何分の何回転ということが起こります。で、そこが先ほど言った例えばリバースターンで多く行われるミスとして、最初に回り始めてくるとこのように右が落ちちゃう、女性にしてみると左が落ちてしまう。このまま続けると当然ポジションがずれてきますので、綺麗な踊りはできないし、ストレスになる。フォアウェイリバースのミスもこういうことがよく多いです。ですので、今立ってまっすぐであること、一歩の定義を意識して回転をする準備を、ここで極端な話、この右足、男性は右足の上で、女性回転これぐらい始めたいんですよという準備を伝えつつ前進をし、さらにその後に回転が増える。で、次の、今ちょっとバランス壊しちゃいましたけど、ゆっくりやってるんであれですが、例えば単語の場合も多いミスとして、ついてしまったところで回転をしてしまうと、このようにポジションがちょっと見えにくいかな、こっちから。今は悪い例で、ここから足が間じゃなくてついてウエイトが乗った状態で回転をする。だいたいこういうふうにポジションがずれてしまうわけですね。これが
多く起こる。今のはずっとクローズドポジションですので、男性と女性の右サイドと右サイドが合っている状態でクイッククイック CBMP ですので、アウトサイドパートナー、このようにボディがずれずに踊っていけるセオリーを多くのミスとして、ここで回りすぎてしまってずれる、もしくは回転をせずに移動を意識して後で回ってずれる、こういうことが起こりやすいという、もう一度ね、正しくは回転をしながらここから移動をする間に回転を増やして、右足に着地というか体重が乗るとき、女性は左に乗るとき、乗り終わったときですかには回転が完了していると、これでポジションがずれないんです。足の位置が決まった、乗った、回ったというとこういうふうにずれてしまう。体重、要は体重が乗ってから回転を量を増やさない、必ず間で仮に回りたい量があっても足をついちゃいましたって言ったら、これ以上増やすことは難しいということ、これこのまま抜けて次のところでその残りの対処を考えるっていうセオリーで考えないと、ポジションを大事に踊ることは難しいですね。でこれにまあ伴って、今アウトサイドパートナーとかインサイドのステップとかあるんですが、アウトサイドになる時の定義は体が少し斜めになるっていうこと、当然そうなんですが、このまま平行に向かい合ってる状態で動けばインサイドにしか出られませんね。こっからアウトサイドに出ようとすると、体をこう腰をずらしたり頭をずらしたり、こういうミスが出ちゃうんですが、今アウトサイドに出るリードというのは体の面、この面が進行方向に対して回転ではなくてローテーションという言い方をします。足の上で体をねじる動作、これでアウトサイドパートナーができると。ここでまたローテーションを戻すとインサイドになります。これは前進でも後退でも同じで、まっすぐ歩いたここで男性がローテーションを意識をすることによってアウトサイドの準備ができる、の間にステップが出ていけばアウトサイドパートナーずれない、これも左にいることは変わらないです。よく女性がアウトサイドに出るために足を一生懸命出そうとして右へ寄ってくる、で男性もアウトサイドに出すための正しいローテーションをせずに女子を出そうとすると右肩で女子を持ち上げてしまう、こういうミスも起きてしまいます。ですので今のようにまっすぐ立っているっていう定義は変わらず、後退前進の定義も変わらず、アウトサイドの場合は少しローテーションと体を回す、回転するっていうこととは意味が違います。ローテーションをしてそのままそのままそのまま、ここでローテーションを戻すとスクエアに戻れるという定義で、ここも面倒ですがこの定義はすごく大切です。アウトサイドパートナーがきれいに踊れないことによって先ほどの回転もうまくいかないことが多いです。ですのでこの足と足の間で回転をするということ、また今アウトサイドパートナーの話をしましたけども、そのポジションがアウトサイドになるときにはローテーション、体が少しこうスローフォックスロー、なスローフォックストロットではよく話題になるスロークイックイックスローフォックイックイックということをやりますが、こういう足の裏は回らないんですが腰が少し回転する、ヒップが回転する、これを肩を回転するというふうに勘違いして踊る方がミスを起こしやすいので、ヒップが回転、先ほどの最初の立ち方の下から足から下からこう体を伸ばすということもやったと思いますが、今のように回転も下から下から運動が始まる。今見えるのは肩が回って見えると思いますけども、
私が意識しているのは今ももを回すことしか意識してません。当然これに上半身がついているので肩が回って見える。ところがこれは肩を回してます。この運動はあまり良くないです。今はももを回している、ももを回していると、こういうことがエクササイズの中にも含まれて、この時に当然頭がこうぶれるようでは困るんですが、ももを回す意識で結果として見えるのが肩が回っていると思います。先ほどのローテーションもももを回す、この辺が回転している状況を想像してこう運動して、これも最初の立ち方を守った段階でやっていることです。これがこの辺でやると肩が回りやすくなるので、水平に垂直にまっすぐと、まあ、だらだらやった感じでいいと思います。こんな感じで今4つ目の、ね、回転についてちょっと打足で、あのポジションのアウトサイドパートナーのポジションの説明もしてしまいましたけども、大切なところだと思いますのでよく理解されるようにお願いいたします。読者の皆様から質問の多かったステップのトラブルで、フォーラーウェイホイスクについて女性がよく引っ張られるとか男性が思うような回転ができないというトラブルについての説明をしたいと思います。はい、先ほど基本的な説明をしましたように、一歩ずつ立つということがポイントになるのですが、例えば単語のポジションからフォーラーウェイホイスク、プロムナードから始まってスロー1、次の左足に体重が乗ったプロムナードナチュラルターンの状態、ここで体重がしっかり左足の上にある段階で足が抜けているという、この時当然重ならない位置はそうなんですが、ゆっくり動いていたとしてスロー1、2、左足の上で 100% のウェイト、女性は右足の上で、次の男性は右足がリラックスされている状態で、回転の説明があったようにここから手で回すのではなく男性のももで回転を意識をしながら女性を後ろへ持っていくと、これがポイントの一つ目ですね。それがよくあるのがやはり始まって本来は右にウェイトが乗らなければいけないところをすでに左へ乗ってしまう、でここから回転をしようとするとこの程度しか回れないんですね。ところが次のダイレクションを考えてここまで回りたいと思うので足がついてしまった段階で男性は何をするかというと上半身を使うしかないわけです。これで女性が引っ張られるという話になるわけですね。それでもうちょっとまた違ったパターンであるミスとしては、仮にここまでうまくいきました、足のも自由になります、ところが次につく男性の右足がどこへつくのか、要するに横なのか横少し後ろなのか後ろなのか、これによって回転量っていうのが変わってきます。仮にこれが横へ流れた場合は当然回転は少なくなるので次のアライメントはほとんど回転ができなかったこと、回転を多くしたいのであればこの段階から同じこのポジションから足の位置が後ろに回れば当然この要するに今スロー1、2、ここからの説明ですね。この左足から足の位置がどこにあるか、たくさん回りたければこの足は後ろになるし、ここからウェイトで距離も出すことができます。ここでももの運動で歩幅も大きくできるし、回転量を大きくするために足の位置が変わって回転がうまくできれば回転量が増えるということです。ですので注意するポイントとして、3歩目の左足にしっかり乗れる、
回転を増やしたければ左足からの位置に対して足の位置を後ろに置く。ここから左足を使ってホイスクをする。このまま次ピポットに入っていくんですが、ここも多いのは回ろうとして女性の方に寄っていく男性が多いんですが、足元は近く頭は遠くというのがセオリー。これによって回転はどんどん増えていきます。最初のナチュラルターン、プロムナードナチュラルターンの段階でもそうなんですが、頭を遠くへ持っていかず近くで回りたい意識、回転したい意識が早いと、この段階でもうすでにこう顔が入っていっちゃう。そういうふうにするよりは、頭は遠くで足元は近くても頭は遠く、足の位置が後ろにあれば回転は楽になる。さらに次のピポットも寄っていかないで、自分は頭は遠く足元を近くでピポットという形を意識できれば、参考になさってちょっと練習してください。読者の皆様からの質問の中で、スローフォックストロットを踊っているのですが、周りの人からワルツを踊っているように見えるという指摘をされるという質問、これについて少し説明をしたいと思います。まあ、ワルツとスローフォックストロット、当然リズムが違うんですけれども、まあ、三歩構成という、ステップは三歩で一小節を踊るという構成はほとんど同じ。そこで違うのは何が違うか、まあ、ライズ&ホールが違うということは皆さんご承知の通りで、ワルツの場合は1の終わりからライズが始まり、2ライズが継続、3までそれが継続していくと、徐々に高くなっていくっていうのがワルツ。スローフォックストロットっていうのは、1歩目の終わりにライズを完了して、2歩目3歩目が同じ高さのままずっと継続していくという、まあ、こういう違いなんですが、それは分かっているのですが、なぜできないかと。例えば今スローフォックストロットでフェザーステップを踊る場合でも、まあ、ペパレーションステップを1歩入れます。3、4、ここからスローと踊った時に、スローを1、2、3、4の1、2、2の時に、確実にその1歩目の上にウェイトがあって、基本で言ったように1歩の完了で足が抜けたところで緩んでいる。この状況から右足にのパワーで3、4と踊っていける状況を作れればスローフォックストロットになるんですが、1、2から3、4、まあ、どちらかというと3、4というのはクイックカウントなんですけれども、クイックの中でもイメージ的には長い 1、2、3、4 というイメージで踊れればスローフォックストロットになる。それをスローと来た時に、今のようにちょっとバランスが前にもうウエイトがかかり始める、このバランスのまま行くと倒れたくないという本能から体は上へ使うわけです。このままだと倒れてしまうので、それが嫌だという体の本能ですね、倒れる時には上に上がってそれを回避する。当然高さが急激に上がってさらにまた落ちるという、これが一瞬ワルツに見えちゃうという。ここから始まって2、スローカウントの上で足が抜けている状況と、スローカウントの上で足が抜けない状況がワルツを作ってしまう、ワルツのイメージを作ってしまうという原因ですね。交代も同じように 1、2、3、4、1、2、確実に2があって、ここから斜めに進んでいくよという3、4と踊れるか、その1、2、バランスが少し今左に倒れてます。このまま行くと倒れ前として上がるしかないわけです。こういうことで、せっかくの4拍子で踊っているスローフォックスロットのイメージは本人持っていても、結局見えるものっていうのは上がって降りる、上がって降りると、3、4という台形のように1で上がって2、3、1の終わりにライズをして移動して降りるという
一見こう台形のようなライズアンドホールが作れずに上がって降りる、上がって降りるという動作になってしまうことがワルツに見えてしまった。そのまあ対処方法として今言ったバランスの話なんですが、そういうことなんですが、それをしないためには音楽をまず、音楽が鳴っていたとして 1、2、3、1、2、3、4、これを極力日頃音楽を聴き慣れるということで、スロークイッククイックスロークイッククイックと聞かずに 1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4という聞く癖をつけてください。それで今のスローカウントはいろんな表現の仕方があって、まあ、それぞれ人のそのステップの構成にもよるし、その人の解釈というか表現の仕方にもよるんですけれども、1で乗って2、3と行く場合と、1ではまだ曖昧にしておいて2で乗って3、4と行く場合、これはどちらを取っても間違いではないです。大切なのは2の時にスローカウントの足の上で2というタイミングを確実に取れることですので、1、2、3もしくは1、2、3どちらでも同じなんですけども、2のタイミング、1、2、3、4の2、スローカウントのスローをの部分でしっかりフルウェイトに慣れていることが、その次のバランスを作りやすくする手段といいます。それが多くの方がどうしても前に突っ込んでしまうという動作ですね。先ほどのベーシックの基本的な動作の中のウォークの一歩完了、頭の重さが足の全体にあるという、そういうことを意識できるというか身につけることが大切なんですけれども、ここから1、2、3、4もしくは1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、これがまあ意識はしてるんでしょうけども、1、2、3、2、3、4というふうに速くなっていってしまうといいますか、まあ、バランスがどん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 前に行ってしまう、もしくは後ろに行ってしまうということで、バランスが悪くなると体っていうのは立とうとする本能が上へ体を持ち上げます。これで実際はもっと平らにこう足を長く見せたい、スローフォックスロットのフェザーフィニッシュなどはここからこの近くに降りるよりはスピードがついてきて、この歩幅が遠ければ遠いほど次のステップのスピードが出せるわけですね。抑揚が出てくるわけです。 1、2、3、 ここから遠くにつける方がスピードが出せる。フォーラウェイリバースをフェザーフィニッシュから3フォーラウェイでもそうですけども、3フォーラウェイのまあなんていうんですか、コレオグラフィー、まあ、ステップの効果を作るためにもフェザーフィニッシュで入ってきた、ここからスピードがブワーンと出る3フォーラーウェイと、もたっと来て1、2、3、4と踊るステップでは当然見え方が変わってくるわけですね。それのスピードを出すためにも今の3の足がどれぐらい遠くまでまだ出せるか、結局はまあ立ってる足、左足の男性でしたら左足のフットワークで押し出せるバランス、ここが大きく踊れれば当然次の足の抜けは速くなりますから、スピードのある次のステップに入ってくるわけです。まあコレオグラフィーというか構成の中でゆったり例えばこう見せてスピードを出して踊っていく、ワンフォーラーでもスリーフォーラーでも同じですね。それを作れる耐久時間が取れればそれがチャンスがあるんですが、さっきのように足が抜けていないで体があると耐久時間は取れないので、小さな詰まった踊り方しかできないということですね。この後の例えばバウンスフォーライも同じですけども、まあ、ちょっとスローらしくということと脱線してしまいますけども、バウンスフォーライも1、2、スーというバランスが取れれば
4、5が大きく劣れるわけですね。スピード、例えばここからタンブルターに入る場合でも何かに入る場合でも、イメージ的に溜めたものがここからスピードを出すためには膝を前にこう突き刺すようなイメージでスピードを出していって、ここで次の小節の準備をして、ここからさらにスピードを出すということは足が抜ける動作です。出して、何しましょうか、出してタンブルターンに入っていくでもいいでしょう。もっと大げさに言うと、あんまり大げさにするとこれがまたワルツに見えてしまうんですけども、ワンツースーリフォー、ワンツースーリフォー、ワンツースーという練習が必要かと思います。ですので、バランスが、要するによく言う突っ込むとかバックバランスになるとかっていう原因が、さっき言った自分の一歩の感覚がどこにあるか、これがきちっと取れていれば今のフェザーフィニッシュも取りやすい。ところが一歩が実際こういうところにある。そのためにはやっぱり先ほど音楽をかけましたけれども、リズムを 1,2,3,4 のリズムがきちっと取れて 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,2 を確実にスローカウントの足で取れるエクササイズ、練習、これを日々2人で、今ちょっと音楽もっとあると、例えば 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 ジャンジョ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 ン、ダメな例はチョン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 、もしくは1,2,チョンチョン1,2,チョン、残っているとどんどんずれていくんですね。確実に 1,2、 本当はやっちゃいけないんですけども 1,2 バウンスアクションをしてはいけないんですけども 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2、このイメージで1,2,3,4 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 確実に、これが1,2,3,4 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 1,2,3,4
少しずつ練習してみてください。次はライズをすると肩が上がる。また女性が大きなシェイプをしようとすると引っ張られると男性が言うことについて少し説明しましょう。まず最初の立ち方で説明したことに共通するのですが、バランスが悪い状態、体が歪んでる状態が肩が上がってしまったりとかすることなんですね。要するにバランスがいい状態では肩っていうのは上がらないんですが、バランスが悪いから肩が上げて本能的にバランスを取ってしまうわけです。これが要するに肩が上がるという理由なんです。それは先ほど言ったように足の上にまっすぐ立っていくらライズしようが肩は上がらないんですが、場所をずらして上がると肩を上げないとバランスが取れない、体のねじれですね、要するに歪みが原因です。これは単純なことっていうか、これも難しいんですが、例えばここからリバースターンの4、5、6、3、1、先ほどのように足が抜けていて、この足を使って回転を少ししながらライズをシューッとする。比較的、下半身が集まってくる感じでシェイプ、今のものをもう一度違う角度から1、2、3、1、ここでこの足からライズをずっとする。
こういうバランスで踊ればいいものを、まあ男性が肩があることが多いというこのステップではないんですけども、それが例えばよくある3-1、体重が乗ってしまってます。ここでライズを一生懸命する等で立とうとすると歪みができるので肩が上がったりとかするわけですね。で、男性がよくある、まあ、フォーラーウェイリバースなんかでもよく肩がこう上がってしまうっていうのは、もうまっすぐっていうのはフォーラーウェイリバースの場合でも、例えばここから1-2と、これがまっすぐだとすると、それを1-2と、これは曲がってるわけですね。ここでライズをすると当然肘は引けて肩が上がるという、こういう現象が起きます。これを直そうと思えば元の位置に戻れば肩は上がらないわけです。ですので自分がライズができる場所、あと一つライズというものを高くなるという解釈をしている方が多いんですが、確かに高くなることでいいんですけれども、その時にふっと足首の力で一生懸命高くなる人が、こういう時って大げさな話、背中が曲がって首が短くなる、肩が上がる。で、こうやって、まあ、ふくらはぎちょっとつりそうなんですけど、ここでピッと伸びた状態で肩を下げてくださいって言ったら絶対こっちに来るはずです。要は最初に言った立ち位置が正しいか正しくないかで肩でバランスを取る。肩をこのまま下げると難しいんですね、立てないんです。肩を下げようとすると正しい位置に立たないと肩って下がらないわけです。原因っていうのは結局体の歪みから来てるということが原因です。あとは今のように足首で立とうとするんではなく、僕は日頃生徒さんにも教える時にも、ライズというのは下に伸びる動作ですから、ヒールをしっかりついてる状態で伸びて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 下げる、伸びることによって限界を超えるとヒールが上がってって、そして前に倒れると。だから体を伸ばすということの定義の中で、体が伸びる、まあ、ライズをするということと床を押すイメージ、この時にどこかで体って下へする運動の意識と上へ行く運動の意識がありますね。これを首のあたりで考えてください。胸は下へ、お腹も下へ、はい、ライズをしますと来た時、このように、だから顎がちょっと上がる感じになりますね。腕を下に下げる意識で、胸は下、顎は上、首から境目で下と上に分かれる感覚で立つと、等で立っていても肩は絶対上がらないです。それをこの辺から下と上に分けると、まあちょっとつま先で立つことも難しいですが、上がろうとするとやっぱり肩に力が入ってます。まあちょっと画像では見にくいかもしれませんが、ここで分けると足にはすごく力が、ふくらはぎがもつりそうなぐらい入ってて、この辺も力が入ってます。これを胸のあたりにバランスを変えるとリラックスして立つことができると。ですのでライズの方法としては、首から上下に分ける感覚でポーンと立つ、で歪みを作らない。だから今のように首から上下を分けようとしたらこの形はできないので、ここに立つしかないわけです。だからフォーラーウェイリバースも、まあフォーラーウェイリバースでそのミスが出るのは足の位置であったり回転のタイミングとかいろいろあるんですが、回りたい気持ちがいっぱいあって、ここからバランスがずれ始めて、ここではもう限界です。まあ、ここまでひどくなくても質は同じで、この質で踊るので肩が近い、上がってしまうとか、他のとこでもバランスの悪いとこで上がろうとするから肩でバランスを取る、ここにいれば手を離せるっていう、そういうところが、まあ、男性女性に関わらずよくあるトラブル。まあ、整理をすると、ライズというのは足で上がるのではなくって、体を下に下げて反発で伸び上がる動作をライズと、立体的にこう上がってくる、足で上がるのではないっていう解釈で練習をしてください。次に女性がよく、まあ、男性が言うんでしょう、女性がひっくり返って引っ張られるという、ということで、これも同じで最初のセオリーと同じで、女性に大きなシェイプをしてくださいと言った時も、先ほど最初のポイントで言ったように、背中のあたりから前へ出てくるイメージに比例して頭が後ろに行くんですね。これライズとも全く同じ、シェイプを大きくしようと思えば思うほど
胸が前に出てきて頭が後ろに、ですから腰から折るんではなくて足元全体から一つのシェイプというのはこう作っていくわけです。ですので大きなシェイプをとってもこのように自分でバランスが立てる、取れる、塔で立っていてもこう、それを足元から作らずに足はまっすぐで頭だけ後ろに持っていくと倒れると、これが原因なんですね。こういうことをやっても大きなシェイプ、大きなシェイプと言われると頭を遠くに持っていく、これで倒れるバランスイコール引っ張ると。例えばコントラチェック、ここから、まあ、入って足の位置の上で、はい、大きなシェイプでもバランスが、今女性は前へ力を出してます、男性ももちろんそうですけども、ここから前へ大きなシェイプ、これをもっともっとふくらはぎの後ろから押してくださいとくると、もっと大きなシェイプになっても辛くないわけですね。よくこう、まあ、外人さんのデモンストレーションで離れる人もいますけども、こう立てるわけです。これがトッ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 ここへ来られると、やっぱり男性は心の準備ができていても辛い、もしくはまず着地ができました、でもここから女子が後ろへ、要するに今女性がやってるのは前へ出てくる運動をせずに後ろへ行く運動だけ、もしくは頭を床に近づける運動をしてるわけです。先ほどは前へ出てくる運動と頭はきっと床に近づいて見えるけど運動は上に行ってるんだと思うんですね。さっき言った胸から胸、首から下と上に、見え方はシェイプをしていても運動は上と下に、コントラチェックをしています。はい、上に伸びてください。全然辛くないです、このような形。これが、まあ、コントラチェックで、あと、まあ、コントラチェックに限ってではないですけども、言えることは、今男性は右足ウエイトでコントラチェックを始めます。右足の上で回転の準備、 CBMP の準備、右足の上で仕事を始めてチェック、そこでシェイプ、これはミスが少ない。ところが多くの方は踊ってきて何かでクローズして、今のように右足の上で本来は準備をしなきゃいけないものが準備をせずに入ると当然倒れてしまう。だからこういうふうに男性側のミス、まあよく生徒さんであるのはかぶってくるという、かぶってくるんですね、男性がかぶってくる、男性がかぶっていくという、いろんなピクチャーポーズでも今のコントラチェックでも、例えばワルツのリバースターンが終わってかぶっていくということが多い。これはまあ男性の責任もあるんですが、女性側の考え方でも、女性も先ほどのベーシックで言ったここで踏み替えたらまず足が抜ける、これがセオリーで、ここから移動をする、この時男性がどれぐらい、まあ、CBM があるかないかによってシェイプの形も変わってきますけど、このバランスがお互いに、ここでまずこのバランスがある、そこからウエイトが乗ってシェイプをするという、ここをまず注意してください。こんな感じで、あの肩の上がる理由とシェイプで女子が取られると、女子に引っ張られるという理由、ほとんど同じです。立ち方の前と後ろの関係、下と上の関係、ライズの仕方ですね。上に上がるっていうことではなくって、下に伸びる動作がシェイプをきれいに作るということで、練習してみてください。次の質問ですが、キレのあるタンゴを踊りたい。非常に難しいですね。キレのあるっていうその言葉の内容もあるんですが、キレのあるタンゴ、例えばドラッグとかよくありますよね。ここからこう入って持ち上げる。キレのあるっていうのは、その一つの動作の前にためがあるということ。例
例えば今のドラッグも、まあ、シャセから入ってきてウエイトが乗ります。ここから横へこう行くときにためがあるというアクションが一つあることによって大きな動きとシャープさが、今はゆっくりやってますが、ここでエンドスローというエンドカウント、カウントはスローでも動きの中にエンスローというエンドという、要するに膝の緩み、体のこういう緩み揺れですね。コントラチェックでも例えばここから入るときにエンエン、大げさに言うとエンスロー、そのエンドスローというタイミングの表現、まあ、脱力っていうか体の緩みを使う、反動を使うということなんですが、いい例として皆さんが理解できるのは、例えばトイレで手を洗って水を弾くときにどのようにして水を切るかという、この時に力が入ってるって思う方、入っていないと思う方、それぞれだと思うんですが、強く水しぶきを飛ばそうと思うと必ず力が抜けてるという動作ですね。これでいて止めがあるから水が飛ぶ、このままでは水は飛ばないわけです。一回振ったものを止める、止めるっていう振る、これがシャープな動きという解釈です。これが踊りの中で、例えばセミフットになるときにこうシュラックドラッグをしてきてスローとなる動作なのか、上がってきてエンスローと表現する。そこでやってることは、ここで手をピッピッと振ったのと同じで、要するに振るときに何をやってるかというと、振る前には必ず反対の運動があってから振ってるわけです。ここからこういう動作っていうのは難しい、こっちがあるから動作っていうのはさらに簡単に大きな動作ができる。ですので今も上がってきた、大げさに言うとここで一回さらに要は最終的には女性を自分の右サイドに置くんですが、その前に反対へ持っていって下ろす。だからこの時にも男性が女性を捕まえていてはできないんで、今右手はなくてもというか、ここから一回離して収める、イメージは離して収める、こういう感覚。それを力ずくでこう来ていけというとバランスが壊れやすくなりますね。今のようにエンドスロー、スロー、エンドで手を緩めてポジションのチェンジをして収める。この時にボディのストレッチがガンと入れば強いラインが出る。シャープという動きをするためには、今言ったように大げさに言うと一回離して瞬間、そしてまた収まるというテクニックですので、この緩められる、こういうステップでもまあうまくいかないのは、まっすぐこうウエイトが先ほど言うから言っている床を押して首から下に行くというストレッチが上がる動作になっていると離すことが難しくなります。フリーにこうなっている状態ですと離すことができるので、エンドスローと、今のようにタイミングが上がってきて、ここで男性がぐる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 してエンドだよ、スローだよという、これぐらいの緩みが作れるということがコツです。少しその手を振る動作のイメージにステップを合わせられるイメージをしてみてください。読者の皆様、長い時間ありがとうございます。少しは皆様のお手伝いになったかと自負しているんですけれども、理解なかなか難しいことですね。抽象的なことが多いですし、直接見て触ってということではないので、まあ、難しい、理解できない、何を言ってるかわからないところがもしあったといたしましたら、どんどんダンスビュー宛てに文句を言ってください。機会がありましたら全てお答えしたいと思います。全て理屈的には説明がつくんですが、それを皆様にこの DVD 等でなかなか伝えられないのは私たちの力不足でもあるんですが、先ほども申しましたように、これをきっかけにある程度基本的なことを練習される、でまた理解できないことは先ほど言ったようにどんどん
越冠ダンス琵琶手に文句を言ってください。なるべくそれにお答えできるようにしたいと思います。では皆様楽しいダンスライフを。